なくなるね、これ。もう楽しめちゃいますね。全部でかいよこれ。内緒なのでちょっと撮影が。なるほど、オッケーです、はい、秘密らしいです、はい、行きましょう。デザートもありますもちろん。デザートもあるの。
ハテナブロックです。でね、はい、これ今さ、キノコがね、あるじゃん。はい。違う時あるんだって。違う時あるんですね。ハテナボックスが違うもの出てくる。中身が忠実に再現されてる、はい、そう。でください、このスターちゃんも可愛いでしょ、これね。これゴールのとこだよ ね。ゴールのとこですよ、ね、あそこに階段みたいになってて、ちゃんと段差になってる、はい、ね。そしておしゃれなドリンクですね。え、おいしそう、可愛い。こちらはチョコレートカップケーキになります。チョコレートカップケーキ、いやもう王道にね。いやめっちゃおいしそう、めっちゃおいしそうですね。めっちゃおいしそう、層がすごいですね。え、でも味が変わる。すごい、全部そうで違うの。これ一気に食べた方がいい。めっちゃ味変わる。全部濃いですね、味が。全部濃い。あ、面白い、面白い。中ティラミス。それクリームかけたの。めっちゃ美味しい。うわうん、めっちゃ美味しいです。絶対うまいね。今日はね、歩き回ったからさ、結構ね、その疲れも癒されるんだよね。確かに。いや、めっちゃ美味しいわ。これ、これ、これ。あ、これか。これは、レモンスカッシュ。さっぱり、いいね。これもそうになってんの。確かに。でもなんだ、あれでもなんだ。違う。こいつ、あれ？こいつないの。うん。いや、そう。なんか中に入ってますね。ジェリーみたいな入ってる。なんで気づかないんですか？わあ、ザクザクしてる。何これ、ザクザクしてるよ。誰？顔、顔、顔、顔。誰？顔。おい。見せて。レストラン堪能しましたね。いや堪能しましたね。すごい美味しかった。いやぜひね、来てほしい。いろんなもの食べてほしいね。ね。すべておすすめでございます。はい。ということでね、アトラクションも乗って、はい、レストランでご飯も食べて、はい、そしたら最後は お土産でしょ。お土産来ました。ということでね、一段とエッチャーはね、取れなかったから。確かに。せっかくだからね、3人にもお土産買ってあげよう。選んであげましょう。うん、じゃあお土産屋さんに、せーの。はい。はい、ということでお土産屋さんにやってきました。ということで、はい、みんなに、お土産選んでいこうと思うんですけども、はい、よっちは誰？いっちです。で、私がなる。私がえっちゃんです。のお土産を選んでいこうと思います。じゃあ行こう。選んであげるね。紹介したいと思います、はい、僕が1に買ったものはこちらです。じゃじゃーん、ミラー。めっちゃ一定っぽいんだよね。なんかあのね、すごい安っぽいミラー使ってたから。あー、なるほどね。ぜひこれを使っていただきたい。なるほど、はい、そう、化粧する時とか ね、はい、使ってください。で、私はナルに買ってきたんですけど、はい、こちらです。じゃじゃん、スターのクッション。はい、スターのクッション。なんかやっぱナルはやっぱ可愛いものをあげとけばいいですよ。そうですね、私自撮りしてくれればいいんです。あ、でも実はこれね、リバーシブルでね、はい、リバーシブルです。あの、反転するとハテナボックスになるんです。おー、すごいよね。二度楽しめます。はい、じゃあ私えっちゃんさんになんですけど、2個買いまして、はい、まず1個目がこちら。え、何これ。王冠のなんかティーバッグ。ティーバッグ、紅茶が入ってるなんか入れ物で。ああ、パンツじゃないよ。びっくりした、びっくりした。いや、待って、だからえっちゃんさんっぽいなと思って。えっちゃんっぽいね。もうびっくりした今。あともう1個がこちら あのマリオのピアスですね。あ、可愛いね。ピアスいっぱい開いてるんで、この2つにしました。いいね、ぽいね、ぽいね、えっちゃんっぽいね。はい、そしてですね、まあね、もう開けてばっかりじゃなくて、はい、自分たちにも買いました。はい、よ、せーの、じゃーん。はい、お揃いのカップを買いました。これね、めちゃめちゃ入る。で、スタジオでね、みんなで使おうって言って買いました。思、はい出になるよね。なりますね。お揃いで、はい、ということで、はい、めちゃくちゃすごかったね。いや、今日一日めちゃめちゃ楽しんだね。はい、ということで、ね、こちらのスーパーニンテンドーワールド、めちゃくちゃすごいし楽しいので、ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、それではこの動画が面白かったら高評価。